でじゃあサイコパス事件の方から行きましょうか。サイコパスといのは何かっていうとですね、まあ,あのテレビアニメのシリーズなんですけども、これが何で今問題なのかっていうとですね、殺せぼのですね女子中学生のですね同級生殺人事件というのがありましてですね。でその何でしょうねあの影響ですね、えー。事件自体は皆さん大丈夫ですか分かってますよね。まあ、よあのはい。えー、であのアニメサイコパスの監督が謝罪というやつででまあ第4話の再放送のオンエア中止。 ということになっているんですね。で、えー、これが何かっていうと事件そのものは女子中学生が、まあ、同級生の女の子を殺してで、まあ、バラバラにしたというふうなことなんですけども、えー、それの影響でですねアニメの「サイコパスの第4話の、えー、自粛でおまけに監督が謝罪ということになりました。で、えー、これがですねあのどうなのかというふうなことでネット界隈で話題になっているということなんですね。でまああの 大人の判断っつうことはないんですけどもあのこれがもし、えー、自粛しなかったらどうなってたのかというとまあ、えらい騒ぎになってただろうとなんでかというと「サイコパス」の第4話っていうのは同級生あの女子高生がなんか同級生とかを殺してでその遺体をバラバラにしてアートとして飾りつけるみたいな話だったと言うんですね。でなのでこれがこのままオンエアされてしまったらそれはまずいに決まってるよと。でこれをまずくないといとう考えでもででもきるんですよ。つまり エンターテインメントとして放送したらそれはまずいだろうけどもこれをアートだっていうふうに言えばまあなんかこの今この時期だからあえてっていうふうなこともできるとじゃあアートを地上波でですねオンエアするのかっていうふうなことになるとまたやっぱちょっと問題が出てくると。ということで自粛までは多分あ判断としては納得できるんだけどもじゃあ監督謝罪というふうなことに関してどうなのかっていうことなんですよね。で、ででアニメファンでもです、ね、ここら辺はですね。 意見分かれるところでしょうね。つまり表現原理主義者と現実主義者という分け方しちゃいますけども表現原理主義者にしてみればいちいちそういうふうなことで自粛するなとか謝罪するなってことになるし現実主義者としてはいやまあなんかこう監督が謝罪ぐらいしとけは収まるかなとか逆に監督が下手に謝罪なんかしちゃったらまずいことになるんじゃないのだかから、ら現実的ななな対応ととと、してて、ては自粛ぐいいででよよくて監督が謝罪までするこっったよなっていうのと 多分その3種類ぐらい分かれてますね。表現、原理主義的な考え方あと現実派現実派の中でも、えー、謝罪よし派謝罪はしなければしない方が良かった派ということでぼ僕はですね,、えー、なんでしょうね謝罪しなくても良かったと思,思ってますね。あのなんだろうな ぶっちゃけたことはないですけど、これはもう、あの、僕いつもこういう話の時に使う例なんですけども。あの、坂の筒井康隆さんがですね、昔、自分の作品を参考にして。で、えー、高校生だったかな、高校生が自分のおばあちゃんをバットで殺人したっていう事件があったんですね。で、その時に筒井康隆は。その取材されて、えー、謝罪しないんですかとか、遺族の方にお詫びをとか、世間の人にどういうふうに言うんですかというのに対して。 あのいやそれが文学だと、まあ、今コメントにも流れた通りですねこれが文学だと文学っていうのはその基本的に毒であると。で毒なものを見れるように薄めて出してるからだからみんながすっとするんだとみんななんで毎日毎日文学を読んで,でそれで元気もらって明日学校に行ったり会社に行ったりするのかっていうと毒の部分を一部体に取り入れてこれはフィクションであってもしくは本の中であって安心するっていういわゆるその自浄作用っていうのかな。 あのエンパシズムってもとも言うしホメオスパシーとも言うんだけども毒の一部を取り入れてそこから復活することによるっていうまあ体に負荷をかけて筋肉鍛えようみたいな考え方と同じようなもんだと思うんだけどもまあそういうふうなことで杉泰坂さんは自分は謝罪するつもりもないしその結果発禁にするんだったらこの国は芸術が発禁される国だというふうなことで納得するとただ俺は文学やってるからこういうふうなことで一時謝ることはないっていうふうに言ってたんですね。 こんなも筒井泰孝がですね自分のんだろうな恩恵リスクで作品発表できる文学者だから言えることであってアニメの監督ぐらいになってきたら自分の信念で 自分のだろうやりたいことを決めたり自分のやりたいことを発言できるってそんなもんスタジオジブリの宮崎駿しかこの世の中にはいないんですよそんなアニメ監督は。アニメ監督っていうのはみんな現実とか周りのスタッフのこととかを気遣ったりして生きてるもんで代表選手なわけですねいわばスタッフ代表してどういう風にするのかという立場を背負ってるところがあると。 なんかね、スタッフみんなのためを思って謝ったのか謝罪したのかというとなんとなくそんなニュアンスが見えないからそこはなんか先走りすぎじゃなないいいかなとううふうに僕も思いました。あの、富野義行さんあたりだったらそんなことはないんだけれどもあのガンダムに影響を受けて殺人みたいなことがあったらなんかね真っ先に謝りそうな気がするよねだからこれって監督の自意識の問題なのかなとなんかあのやっぱりガンダムの影響を受けてみんなとかいうふうにすぐ考えたがるからさ。だから同じよううなふうに。 監督の自意識の問題なのかなというふうにも考えました。あの。